マイケル・ジェローム・アーはアメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはオフェンシブタックル。2006年に彼の大学1年時までの生涯がマイケル・ルイスによってザブリントサイドエボリューション・オブ・エゲームとして出版された。このストーリーは映画幸せの隠れ場所として2009年に公開された。 メンフィスの最も貧しい地域で生まれた。父親には会ったことがなく、また母親はアルコール中毒とクラックコカイン中毒であったため、引き離されしばしば転校を繰り返した。高校1年時は公立高校に通ったが、高校2年時にブライアクレストクリスチャンスクールへの入学が認められた。彼は、 高校のアメリカンフットボールチームで頭角を表し2003年には、ディビジョン 2A の最優秀、ラインマンに選ばれるとともに、テネシー州のオールファーストチームに選ばれた。2004年、リー・アン・トゥーイ、ショーン・トゥーイ夫妻の家に引き取られ、温かな家庭を得るとともに1週間に20時間、家庭教師に学ぶ、努力の結果、GPA は0.6から2.5人に劇的に上昇させて、 NCWA 一部校に入学できるレベルとなった。大学進学を決める際に、テネシー大学、ルイジアナ州立大学、アラバマ大学、オーバーン大学、サウスカロライナ大学からも奨学金のオファーを受けたが、9位夫妻の母校であるミシシッピ大学を選んだ。1年時は、ライトガードとして起用され1年生を対象とした、オールアメリカンに選ばれる活躍を見せた。 2年次から、レフトタックルに、コンバートされた。2年次には、サウスイースタンカンファレンスのセカンドチームに3年次には、カンファレンスのファーストチームに選ばれた。2008年1月14日に、ドラフトにアーリーエントリーすることを発表したが2日後に、それを取り消し大学に残ることを表明した。4年次には、AP 通信が選ぶオールアメリカンのファーストチームに、 選ばれるとともにアウトランドトロフィーのファイナリストにも残った。2009年の NFL ドラフト一巡目全体23番目にボルチモア・レイブンズに指名された。同年7月30日に5年間1380万ドルの契約をチームと結んだ。当初ライトタックルとして起用されたが、レフトタックルのジャレット・ゲーサーが負傷して、 戦列を離れたためレフトタックルにコンバートされ、第8周に再びライトタックルに戻った。1メートル93センチメートル141キログラムの巨体ながら40ヤードを5.34秒で走るスピードを持っている。同年12月には新人月間 MVP に選出された。2011年には右タックルでプレイ、2012年には 左タックルでプレーしている。この年チームは AFC チャンピオンシップゲームでペイトリオッツを第47回スーパーボールで4 9ナーズを破り、見事スーパーボールリングを手にした。2014年、レーブンズを放出され、タイタンズと4年2000万ドルの契約を結んだ。11試合に出場した後、足の指の怪我で故障者リスト入り、パスプロテクション。 ランブロッキングのそれぞれに難があり、1シーズンで戦力外となった。2015年3月6日、カロライナ・パンサーズと2年契約を結んだ。スティーブ・ジョブスが亡くなった時、ジョブスって誰と、ツイッターで質問したところ、多くの回答が殺到して、大騒ぎになった。オアーンによれば、ビル・ゲイツは知っていたがジョブスは知らなかったし、騒動の後でチームメイトに尋ねてみたけれど、 半分は彼のことを知らなかったという、ありがとうございます。